新宿2丁目ゆうまチャンネルされたねさあ今日はですね、はい、まあ自粛が明けつつあるということで、はい、ちょっとお店もね再開しようかなということで、うん、掃除したり準備に、うん、今日は久しぶりにパニックアーズに来てみんな集まってまいりましたこんにちは、お久しぶりです、りょうたです。よろしく、拳銃パンパンパン黙れこんな空気なんだ。ですお願いしますお久しぶりです、よろしくどうぞお願いしま します。そしてこの方です、声の出演アバターですお久しぶりです、よろしくどうぞお願いしま す。全然声出てないですけど久しぶりに手当ててる割に久しぶりに見てきた、めちゃくちゃ汚いんですよどうなってるんですか、あなたの顔見たらやがましいわ、この前なんか、ボトルもちょっとこれね、実はボトル整理をはいはい、はい、やってます今この期間中にちょっと全部データにしてそう、うん、データにしてボトルを置くは置くんですけど、ちょっとこうデータで管理して皆さんにお出ししようかなというシステム、ちょっとこれを機にね、切り替えようかなというので、ボトル整理をちょっと引き続きやりたいなというのと、りょうたさんもなんか自粛中いかがでしたか。自粛中僕は、はい、何されてましたか。僕はあのやってるゴルフのチャンネルをやってるんで、その編集をずっとやってたんですね。おお、はい、もうそればっかりやってました。だから結構充実した、うん、働いてる時より充働いてる時期に何薄ら笑ってんだよおかしいだろでしょうねそう話してぜひチャンネル登録お願いします。全然顔も編集してください。やかましいわ本当に汚い顔してる最近ね美肌活動してるんでちょっと綺麗だったよね。あ本当ですか、うん、あやっぱり違うんだ。嘘だよ嘘かよいいんですよ久々だからこんなもんねそうそうそうやりとりはそうそうそうもちさんなんかもなんかすごいお痩せになられて ねだいぶどうやったですかっていうどうしたんですか。ちょっとコロコロし始めて成長期でねちょっとすごい太っちゃったんですけどちょっと大きくなりましたよね。腕周りなんかちょっと全然違う。バルカップしましたねもう自粛期間中に自粛ってこうだっていうぐらいの感じでそうそうそう、もうおかげさまでね太った太ったよ。ああやばいよやばいよ。え今まで最高もしかして最高、人生最高体重。僕今まで体脂肪一桁超えたことないけど今もう余裕でおそらく測ってないけど。どんな生活してたの。ねえ、まあ食っちゃねえ動かぬ仕事し食っちゃねえみたいな。はあ、ね、そうです。まあねえ、まあ食ったんだからこう なんていうんですか、はい、SNS みたいなのとか、うん、でまあちょっと前からツイキャスとかやらせてもらってた、うん、この期間、うん、そうで、まあ、新しいいろんな体験できたら嬉しいんだけど、やっぱ人間動くのも大事。そりゃそうよ、うん、それを感じた、うん、同じ意識感じもう豚のようになってしまった家から出ず家から出ずに、うん、そう、そんな感じよ。いや、そうだね、うん、そんな感じですはい、あなたは年別になんもあれよ、おとなしくしてもね、毎日生配信していろんなねえものを送ってもらって感謝述べてっていう、うん、泣いて身内からもスパチャ投げてっていう生活よ。笑って泣いて情緒不安定配信みたいな飲んで、はい、そうですね、ずいぶんね、うん、え、ね、ずいぶん偉そうな生活したね。偉そうって稼ぎ物って表現がすごくいいな。私が言ったんじゃないのよ。見てらっしゃる方が貢ぎ物をしようかって言ったのよ。いただき物の方がやらしくない？お届け物？お届け物っていうのよ。私もね、最初はだからなんていうの、マスクとかさ、やっぱこのご時世だからこそ送ってもらって嬉しいじゃん。もちろん。で、食料とかはあるのとか言ってさ、そんな大層なもん冷蔵庫になかったかないですって言ったのきっかけによ。あーね、うん、まあ、いつも伊勢丹の弁当食べてたからね。いやそんなことあるじゃん。うるせえどんどんとさ、なんかあのカニが送られてきたり。そう、本当よ、カニ1キロとか来たんだからすげえ全部料理したカニご飯作ってあの酢の物したり茹でたり全部調理して店食べたし、どんどんグレードアップしてもうね、ずっとやりたいこの企画もうずっと見ついでほしい。素晴らしいわよ。そうよ、黒猫ヤマトに行くのが楽しみで最後後半なんてもう早くって2時に開くのよ、自粛中もう2時ずっと経ってんのよ。ブクブクもっちもちになってきてんじゃないの。丸くなってちょうどいい。見てみなさい、自粛でもなんか
な栄養失調が違う。なんか木がな捨て犬みたいなさ、なんていうの、雨に濡れた濡れた子犬犬みたいじゃない、痩せた。いや、ボロ草系みたいな顔してますね。俺のターンないと思ったのに。なんなのこの茶、なんで茶色、なんなの色気づいてさ、自粛してるちゃんと。いや気分転換に、こういう期間だからこそ、これ10年ぶりぐらい染めたんです。ちょっと頭を落ちてみて。10年ぶりとか。ハゲてる。やべえ。そのいじりが始まったら、ほんとハゲて厳しいって。いや、ハゲてないですよ。開けろ、は。結構っすよ。どうなんだろう。どうなんだろう、お前、一枚目ってか。映してる。いや、やばい。佐藤ちゃん、悪いぞ。え、そんな、どんどんハゲてくる。なんでそんなことすんの、ハゲなのに。ハゲなのにじゃない。いじめるんだよ。オープニング長すぎです。なんか掃除してない。掃除しないといけないの。話してる時にアマちゃんが片付けてくれるとかじゃないんだ。掃除しない。映らないんだアマちゃん。とりあえずさ、やろう。ちょっとこれ誰なの出したの。もういらないの。この出し方。いらない。突っかかり。え、なんでも喋らないんだと思うから。初めの手動かしながら。これよく言われて、こんなことをこんなことにするんだよって言ってね、よく NSC で言われた。こんなことをこんな風に喋るんだよって言われたの。ちょっと尺がね。誰なのこれ出したの。いや、あんたでしょ。しまいなさい。しまいなさいよ、もちこ。あんたでしょ。しまいなさいよ。私そこに入ってんだから、いつも寝てんだから、そこで。寝なきゃ。入ったら本気で閉じ込められるから。じゃあ、これ、飲むぞ。これ、なんで、これ分離しなきゃ、中身を。知らないわよ。これ、もう私、昨日ちょっと使ったから、これ持って、これもいらないの。じゃあ、いらない中にしまったって。何をやるんですか、今は。いらないから今日はだから店の掃除とメインはボトル整理よね、アバちゃん。そうです。え、これこの子きっちりして早くやらないといけないのよ。来てさ、もう汚れてもいい服に着替えてちゃんと徹底してんのよ、ごちそうめん。一番長く働いて分かってんだから、生活こんな替えの服まで持ってきてんだから。一番ね、着替えね、汚れちゃうもいいよ。冷凍機も結構いい服着てるわね、俺さ。使用頻度高いもの手前にしようよ。そう、早く直しなどうすんの。寒くない、ちょっと。寒いよね。これなんかアバコ除草して着るやつよ、みんな。で、これゴミはもう捨てましょう。ゴミは外になかった。寒いな。寒いの切ったから今、うん、もうとりあえず出しちゃうよ、潰すね。住所をやってよ。そう書きなさいよ、そんなの。はい、これもはい、これをちょっとこれで、もう箱なくなるだけで一気に、もうよそきれいになるのよ。ここに入れたら意味ねえだろ。何当てがここに入れたら意味ねえだろ。ヘッドペーパー買い占めしてんじゃないですか。いや、これね、うすうす俺もそう気づいてるんですけど多分映さないでよ。映さないでよ。映さないでよ。買い占めてないからね。1年チャンネルやってると分かるでしょ、うん、僕も3年やっぱ一緒にいると分かる。買い占めてないからね。あそこにもあそこにもあるめちゃくちゃありますよ。そういう性格なんて。買い占めてない。いや、持つなちょっと懐かしいな、これ。まだあと20個ぐらいあるでしょ。早く、まだ3つしかないよ。お店だと今回はね、当たり前ですね。持ってきてくださったのよ、お客さんは。 あるか、店とか。優しいでしょ。これとかいらないね、もう。今何箱かそうですね。あの、待って、かぶせたらさ、いじってくれないと思う。急にかぶせたらおかしいでしょ。お前なんだそれみたいにやってくんないで、これ。やってくんないな、この店。いいわ、このままに。次、アバターちゃんの誕生日なのに、6月。これ、そうですね。これ、お手間松に。やろうよ。どうするこれ。もうしまっちゃっていい。うん、いいよ。ギリギリ。そうだよ。一発目の自粛のね、明けのパーティーやろう。これもいいよ。もうぶん投げていいから。この期間中は誰もバースでなかったんですか。この期間中なかったんだよ、多分。ああ、それは良かった。それは良かったですね。ないね。ないんだよね。すごいね。そう、思ったないな。これ何これ。うん。どうすんの。減らしたね、でも中身多分。減らした。私もエチゴ製菓買いすぎていっぱいあるのよ、エチゴ製菓。
れ使おうか。それね、こっちに入るんだよ。痛いもん。ひどいでしょ、こんなことする。それもあんたなんだ。どっちもあんたが被ったやつだ、それウィッグ。あ、これは懐かしいこのアイテム。これどうする？そう、さっき。あ、これ、これで営業するの。これで営業する。こうやって。イケメンはイケメンですね、何か被られて。どうする？置いとく？あ、エレガンス。あ、よし。あ、仕事してると思ったら、あ、ごめんなさい。え、競馬見ました。おい、バカにしてんのかよ。バカにしてんな人。なんで、え、なんであんたたちをバカにしたらダメなの。そもそもさ、ボイコット、いやいや、分かってる。私まだバカにしていい人とバカにして悪い人くらい分かってる。区別、解散、解散、うるせえから。ちょっとさ、今日はあの久々に掃除してね、片付けようかなっていろいろ思ってたんだけど、やってるよ、やってるけど、で、綺麗になりましたみたいなのさ、撮ってやろうかなと思ったんだけど、さとちゃん今日来てくれたけど、あさこちゃん来てくれた。終わりそうにないわこれっていうぐらい、ちょっとあのボトルもいろいろ整理してんのよね、お客様のお名前と、あといただいている種類、ボトルのね、焼酎とか、あとまあウイスキーとかいろいろあるんだけど、それデータ管理して、あとまあ量、残量とか全てお客さん間違いないようにやってるんですよ。それをまとめていろいろそういう作業やってるんですが、あのね、もう改めてこれちょっとすごい数のお客様が来ていただいてるわね。改めてこれ何本ぐらいなんだろうっていうぐらい、実際にデータでまとめてどれぐらい、実際にあるボトルの数だけでも500は軽く超えてるよね、多分ね。超えてるし、もともと軽量だった人とかだったらもう1000本近い、1000超えてる、すごい。だからちょっとクリーンになりましたって見せたかったんですけど、なかなかあれですね。整理中でございますし、かかっちゃうわねえ、みんなかかるよ、はい、そうなの。まあ、アバちゃんも今うなずいてましたけども、また新たに再スタートって感じじゃないでしょうか、皆様。まあ、また綺麗になりましたっていう動画撮れてもいいですし、よかったらお店の方にどんな感じだったのみたいなので遊びに来た際に見ていただけたら幸いでございます、うん、さあということでございまして、今回は久しぶりにスタッフみんなと集まりまして、お店再開の準備、掃除清掃を行いましたという動画でございました。皆さんこの際にいいねボタン、チャンネル登録、そして Facebook、 Twitter、 Instagram、 TikTok など登録の方どうぞよろしくお願いします。以上、新宿2丁目、ゆうまチャンネルでした。もっち、りょうちゃん、あばちゃんもありがとう。ありがとうございました。それぞれお待ちしてます。